国新年即将到来。まもなくやってくる春節を祝うため、中国ではこれから帰省ラッシュに入ります。1月9日からは帰省のための鉄道の前売り券の発売が始まりました。異常な混雑ぶりをご覧ください。これは9日、浙江省寧波市の臨時切符売り場です。春節を家族と祝うため、出稼ぎに来ていた中国人は一斉に帰省します。そのため、切符の購入は極めて大変です。しかも今、中国では大雪の地方もあり、リスクを考えて早めに帰省する人が増えています。切符が手に入りにくいゆえ、大変混雑するため、ゆとりのある市民は飛行機を好みます。我可能要选择的话，就能乘飞机比较方便。最主要的原因是买火车票，在车上挤来挤去的，实在是太难忍受了。身上满满的都是人，挤得连上厕所都过不去。年年都是这样子。これほど苦労しても、やはり鉄道を選ぶ市民は少なくありません。人多票少呗，去年有买的，但是电话很不好打，有点麻烦。最久打一个星期都没有打进去。你要是买什么卧铺了，那就绝对是没有了。买好的车次呢也没有了。那些半夜出发的啊，或者是半夜到你的目的地这样比较不方便的车次就买得到嘛。広東省広州市と四川省成都市の一部の駅では、切符購入の際の実名申告制度が施行されています。今年はその範囲が広がる予定です。新東人テレビがお伝えしました。